ける湿った風。すいません、どうでしょう、久しぶりの名古屋は。やっぱね、前回はサポートメンバーだったので、今回正式に加入して初の名古屋となるので、しっかりいいライブして帰れたらと思っております。おはようございます。今日は味噌煮込みきしめんをしっかりと食べてきました。今僕のこの結果には赤味噌が通ってますが、しっかり一発でかまして帰りたいと思います。リハーサルが終わり、タバコ休憩中でございます。どうですか、アップセットのサウンドは。いい感じ。いい感じだということで、本番も頑張っていきましょう。おー、今からすごいアップになってる。服屋さんにリハの時間が終わったので参ります。それなんか街ブラロケみたいな。はい、今日はなんですけども、ここ名古屋という地にやりまして、でもなんかね、一番出口みたいなところから9分。あ、かわいい。剥がしてていいか、お土産に。あ、ちょっとダメそうだ。ダメそうだった。こっちですね。充電なくなりそう、いたこと。本当だ。こう、まっすぐ。日常になる。いいじゃん。あ、いいね。はい、4人だ。これはなんだ、八幡宮じゃん。何がいいってある。なんだろう、あれ。これだね。ここだった気がする。ここです。着きました。まとい。店の中は多分行っちゃダメなんで、一回切ります。一番いいギター。
してらんない当然か戸惑うことも悶々としたらさんさんと乗りこなしたい決めた礼儀をほせた君を抱きしめることができるなら溢れ出す感情は止める必要はない床に落ちた一冊分の行方に僕はどこにも行かないからこの街で過ごした時間はずっと変わらなくあり続けます桜町二人の街背道の向こうに踏切が見えるよもし君が疲れたら色褪せる前の思い出に身を委ねてもいいんだよ桜台湾自体もすごい久々だったんですけど、なんか楽しかったなっていう感じがあります。最後あのファズをまた踏んで日比谷屋の二の舞いになる音が出なかったんで、JC に安直で繋ぐっていう。あ、その時間があったか。そうなんですよ。じゃあ今後はファズは使いませんという。ファズは使いま、ここでちょっと勝っても勝って。はい、交互期待ということで、ありがとうございます。ライブは、ライブいい感じ。いい感じですね。暖かかった。暖かい。人々のぬくもりにもも披露して、いい感じだったのでは、うんうん、前…うん、いい感じだった前振りはね、要検討で前振りは要検討ではい、ありがとうございます、はい、どうでした楽しかったですはい、ありがとうございますどうでしたいやさっきの言った通り、
やっぱ僕の体の中に今赤味噌が。どうでした名古屋、雨、さっきまで雨降ってましたけど。いや、もうなんかね、ちょっと低気圧だし頭痛いなみたいな感じだったんですけど、ライブしたら吹っ切れた感じでね、気持ちよくライブができたんじゃないでしょうか。いい感じだったと思います。ありがとうございます。次も名古屋に行くときはよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした帰宅。いやいや疲れている。いや一緒だな。ひねったレイルをほてった君を抱きしめることができるなら溢れ出す感情を止める必要はない。お疲れ様でした。